はい、いちごさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この、リクエストをいただきましたので、占っていきたいと思います。目黒蓮さんと岡崎紗恵さんは付き合っているのかということで、リクエストをいただきました。まあ、あくまでね、占いなんでね、本当にね、参考っていうか、もうそういうような感じで受け止めてくださいでね、やめてくださいっていうのは営業妨害ですからねっていうことでね。目黒蓮さんは、アイドルで、俳優、スノーマンのメンバーです。1997年2月16日生まれの27歳、東京都、185センチの長身の B 型、ゆうやっちゃいないよね、もともとゆうやっちゃいないの会社でいらっしゃいます。スタートプロモエンターテインメントの会社です。で、対しましては岡崎紗恵さん、紗恵ちゃんで、モデル、タレント、グラビア、1995年の11月2日28歳ということで、名古屋出身の、165センチ B 型、神社巡りが趣味ということで、この二人はですね、今日、チョマテオさんが主演してた、教場2で共演をされています。内密にお付き合いをされて、妊娠されて、休まれて、休学されて、っていう風なね、まあ、涙を、卒業シーンには涙を流すみたいなね、お話だったみたいですけど、で、この二人がね、結構匂わせをしてるみたいなんですよ。調べた限りでも、2020年の7月が、目黒さんがプロレスが好きだっていうことで、岡崎さんが、コストかなんかで大きな熊さんとプロレスをするような写真が上がっていた。で、2020年の9月に、フルーツサンド、これね、ちょっと目黒さんが、食べたんではないかね、他の人のものを食べたんではないかだったかな、どうだったかな、でそれを匂わせてるんじゃないかっていうのと、2020年12月にこたつが好きっていうので、こたつ買いましたっていうところで、写真を上げてるんですけれども、目黒蓮さんもこたつが好きで写真を、こたつを買いましたみたいなことを言ってらっしゃったのかな。で、2020年の 2月、青ニットにダメージジーンズっていうことで、まあこれもね、ちょっと匂わせなんじゃないかと。で、2021年2月に黒のタートルネックを上げている。まあ、黒のタートルネックは目黒さんがよく使っているアイテムなので、それを匂わせているのではないかっていうのと、あとは同じイベントに行って同じ手のポーズがね、同じ手のポーズをしていたっていうところとか、あと、まあ、いろいろ、あるみたいなんですけど、ね、匂わせが嫌だっていうファンもいるのかなとは思うんですけれども、まあ、彼らがどうなのかっていうところで、ね、ちょっと占ってみようかなと思うんですけど、ね、どうなんでしょう。まあ、あれですよね。もし本当にファンであれば、付き合ってて お互いに本当に幸せであれば、それを応援してあげましょうよ。自分が納得しないとかするとかは問題なくて、やっぱり本人同士がね、幸せでいるのが一番ね、いいんじゃないかなと思うんで、これ占いやめてくださいっていう風にね、言ってくる方いらっしゃるんだけど、リクエストいただいてるんでね、っていうことでね。ちょっとね、はい、あくまで占いなんでね、っていうことで本当にもう笑っちゃうんだけど、ね、でも本当にお二人がね、付き合ってて、で言ったらもうなんか、目黒さんが理想の相手と言われてる人が本当になんか彼女に合うみたいで、年上が好きだったりとかね、笑顔が可愛くて、みたいね。なんかこう、楽しそうにしてる。なんかこの、なんでかな、それで、彼女の固定イメージがないんですよね。髪の毛が長かったり短かったりとか、笑顔も可愛らしいし、で、なんか、その時によって、
雰囲気が変わる。なんかロン毛だったりとか、髪の毛長かったりした時には大人っぽかったりとか、ショートにしたらちょっと可愛らしかった。なんか毛染めをした時期、ブリーチした時期も一緒だったとかね、いう風なね、話が合わせたんじゃないかなっていう風なところもあるんですよ。で、まあ、まあね、なんか、その理想の相手がすごい似てるっていうかね、彼女とマッチしやすいっていうところでね、もしかしたら付き合ってんのかなって、26歳ぐらいでは結婚したいなって言ってたのかな、知らないけど。ね、ちょっと私も疎いのでね、でも、スノーマン自身がもう本当にね、なんていうかな、ね、今人気がすごい良くて、ね、ダンスとかもすごいね、キレッキレですしね、かっこいいですよね。っていうところで、あ、過去にもね、スノーマンのね、占いやってるんですよ。よかったら見てください。いちごうさぎスノーマンで占いをしたら多分なんか出てくるんじゃないかなと思うんで、よかったら見てください。したいと思いますってところでね、はい、過去ですね、過去、皇帝のカードでリバースなので、あんまりね、そんなにいいわけではないんだけど、うん、リバースなので、まあね、ちょっと、自信があるとかね、自信がありすぎるとかね、強引、どっちかというと強引なところ、うん、なんかすごく自信家で強引でっていうところがあるから、うん、なんかすごく衝動的とか、なんか、あ、例えば、お、いいなと思ったら、ボーっと燃えちゃって、あ、なんか一目惚れとか、そういうので、ボーっと燃えちゃって、もう、プッシュ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 っていう風な感じのことがあったのかもしれないね。うん、わかんないけどね。ちょっと強引なところとか、ね、自信家すぎるみたいなところがあるので、ちょっと肉食系な感じですかね。恋愛的に言うとね。なんか肉食系な感じがしますね。っていうところで。で、現在の位置ですね。カップの8で、なんか、すごく情熱的なんですよ、この今の2人の状態が。情熱的なんだけども、なんていうかな、その、なんかうまく前に進めないっていうか、まあ、ぶわーっと最初の頃結構強引でね、プッシュプッシュで押し押しで付き合い始めたんだけど、付き合い始めたとか、なんかそういうようなことがあったのかもしれないけど、今現在の状態は、なんかそんなに前に進めない状態なんだけど、だからといって新しい恋人、お互いに新しい恋人を好き出したっていう風な感じではないみたいな感じ。まだそこに留まってんだけど、前に進めないよっていう風な感じで、目黒さんの今の気持ち、カップの3ですね。これは、まあ、祝杯をあげる人ですね。愛情面のカードになります。祝杯をあげる人なんだけど、まあ、コミュニティとか、豊かな分かち合いの気持ちなんですけど、ちょっと、これリバースなので、音信不通だったりとか、ちょっと離れ離れとか、なんか、分かち合えないとかね、そういう風な感じ。なんか忙しくて、こう、なかなか連絡が取れないな、みたいなところがあったりとか、いう気持ちがあるのかな、と思うんですね。で、彼女ですね。岡崎さんの、
気持ち、ソードのナイトのリバースっていうところで、なんか他の人がもしかしたら、強引なアプローチをしているのかなとも思うし、なんかこう強行突破みたいな、なんか盲目的な状態になってるから、もしかしたら岡崎さんの方がすごく熱を上げていらっしゃるのかなっていうところを感じます。なんかもう感情で支配できないみたいな、もう暴走みたいな感じの気持ち的にはそんな感じでしょうかね。で、それを支援するもの、二人の関係を支援するもの、妨害するもので、カップの6っていうことで、過去の楽しかった思い出っていうのをあります。だからもしかしたらそれがドラマの共演、キムタクさんのドラマの共演が本当にすごくその時が楽しかったねっていうところがすごいいい思い出になってるのかな、二人の関係の中でっていうところがあります。はい、では、彼女の、現在の置かれている環境ですね。彼女が現在置かれている環境が、ワンドの10で、リバースになっちゃってるので、かなり、無理してるとか、なんか手放さなければいけないような状況になってきてるとか、もう目いっぱいストレスフル状態みたいなところがあるかな。なんかね、強引盲目すぎて、なんか自分で制御できなくて苦しくて苦しくてみたいな、そういうところもあるよね。もし恋人だとしたらね、もう好きで好きでたまらなくて胸が締め付けられるみたいなところもあるかな。なんかもう手放せてしまいそうな状態になっちゃってるとかね、まあもう目いっぱいっていうかな、将来への不安とかもすごいいっぱいいっぱいで、いっぱいいっぱいって感じかなっていう感じがする。で、目黒さんの置かれている環境を吊るされた男のリバースということで、なんか自由がないっていうか、彼自身の環境、今置かれてる環境、二人の関係からの環境からして、もしかしたらすごく自由がないっていうか、拘束されちゃってるイメージがあるとか、なんかそっからもがいてももがいても停滞してるみたいなところがあるのかなっていうところがあるね。まあある意味自己犠牲的なカードなんだけど、なんかね、そこからね、なんか自己犠牲しながら何かを得られるかというと、どうしたらいいんだろうみたいな、そんな風な感じでしょうかね。なんかちょっと下が荒れちゃってる、自分がリードするっていうよりかは下が荒れちゃってるような、もう操縦されてる、支配下にあるみたいな感じかな。はい、2人の願望、また不安要素っていうことで、クイーンオブペンタクルスということで、あ、なんかこれすごいいいカードだね。なんか財産的にもすごく、経済的にも安定するし、豊か、いろんな実りがあったりとかね、社会的地位があったりとか、繁栄があったり成功したっていう感じだったりとか、これ子だくさんっていう風なカードでもあるので、子供がたくさん生まれるみたいな、なんか何かを生み出す、子供じゃなくても何か経済的な実績とか、そういういいものを生み出せるようなカード
だから、お仕事もしっかり頑張っていきたいしっていうところで、いろんなものね、経験とか価値とかそういうものを作り出せますよ、作り出していきたいなと思っているんじゃないかなっていうところで、まあ、こう本当にこう経済的安定とか社会的地位の向上とかそういうふうなカードになります。で、近い将来、カップの5、2人のカップの5ですね、なんかカップがこぼれてしまいましたけど、実は後ろにまだね2つカップがありますよって。だからまあある意味ちょっと危機的状態にあるか、あることもこれから、まあ、近い将来ねあるかもしれないけれども、実はまだそこまで切れるまではいかないよって、うん、まあもうね、うん、もし付き合ってたとしても別れる別れないで揉めたりとかいうところもあるけれども、まあある意味腐れ縁じゃないけど離れられないみたいなところもあるのかもしれないし、もし付き合ってないとしてもなんか他の人と、うん、恋愛がもしかしたらこの人2人はダメかもしれないけれども、ね、うん、他の人ともうまくいく件もあるかもしれないと思うけど、なんかいろんな波があるっていうことじゃない？なんかね、付き合ってたとしてもいろんな別れる別れないとか、なんか忙しいから連絡が取れないしとか、なんで私に連絡してくれないのよみたいな、ずっと、待ってたのにとか、ご飯作って待ってたのにとか、そういうふうなところでちょっとちっちゃな喧嘩があったりとかいうふうなこともあるかもしれない。もし付き合ってたとしたらね、わかんないよ、わかんないけど、そういうふうなことがあったらちょっとトラブルみたいなところもある。彼女の方が結構盲目的で彼を縛って、はい、電池がなくなっちゃってごめんなさい、もう一回やり直しています、ね、で最終結果ですね、ワンドの9ですね、はい、なんかね、いっぱいいろんなことを積み重ねてきましたけれども、ね、結構ね、今行き詰まってるような状態ですね。まあやっぱりいろんなこと、妨害とかね、いろんなね、まあ嫉妬があったりとかね、いろんななかなかうまくいかないことがあったり、お互い忙しくてうまくできなかったりとかいうふうなことがあるので、それに対してもうね、ニッチもサンチもどうにもブルドッグ状態になったりとかするからかもしれないけれども、とにかく自分がやれることをやって粘り強いっていう、ね、勝利をするための持久戦だから、今すぐ結婚とかそういうわけではなくて、なんかやっぱりこう相手からのライバルとかを寄せつけないためにわざとこうなんか匂わせをしたりとか、まあある意味、まあね、こう私がいるのよっていう結界を張っとくみたいなところが、もし付き合ってたとしたらあるのかもしれない。彼女の方がすごくこう盲信的になってる感じがするな。延期だから、なんかとにかく自分が優位に立つために何か自分ができることはやっておこうっていうのがある意味匂わせになってるのかな。他のね、虫がつかないようにしたいなと、自分の方を向いていてほしいなって、いうところがある。まあ私はか、あなた勝ち者、勝ってるっていうか、勝者になるのよみたいなアピールみたいなところもあるかもしれない。もしね、それが匂わせだったとしたらだけどね、どうなんだろうね。私としてはで、ね、結構あれ強引でね、まあ、彼の方が熱上げて、なんかアピールして彼女をゲットしたんじゃないかなと思うんだけど、今そんなにラブラブっていうわけでもなくって、でも別れようっていうわけでもなくって、でまあ
彼の方はちょっと連絡取れないしな、なかなか忙しいから会えないよなみたいなところもあったり、彼女の方は盲目的になってて、でも二人ではこのあの時の楽しかった時を ずっと思い出に思ってるっていう風なカードで、彼女の方がもうあの疲れちゃってるっていうか、まあなんかほらストレスフル状態になっちゃってるっていうかね、あの手放したいけど手放せないみたいな状態になってるし、彼の方もまあまあ本当に縛られて吊るされちゃってるから、そういうところもあるのかな。なんか自分の自己犠牲、自由がなかったりとか、彼女の方が主体になってるのかなっていうところを感じます。でもなんかすごく建設的な付き合いなんだなっていうところもありますしね。まあいろんなあの別れるいろんなこと、ちょっと別れそうになった、喧嘩をしたこともいっぱいあったよねみたいな、でもまあなんかそういうところもあるからやってるのかなっていうところを感じます。まあすごくこう今すぐに何か大きな変化があるようには見えないなと思いますね。ちょっとあのルノルマンで、もうちょっと違う面から見てみたいと思います。見えます？では、占ってみました。そうですね、彼がこっちですね、で目黒さんがこっちの、岡崎さんがこっちのカードになります。あの2人の関係がめっちゃ近いんですよ。で、まあ、こんなに近いっていうのもかなりね、もう同棲でもしてるような感じに見えるぐらい近いのと、お互いのことこう向かい合ってますねっていうところで、まあ、心と心が通じ合ってるんじゃないかなっていうところを感じます。で、そうですね、まず、角っこ見ますね。太陽はあのエネルギッシュなカードで、すごくねいいカードですね。エネルギーとかこう幸せとか幸福とか、そういう風なカードですね。すごく生命力があるとかポジティブなカード、太陽、良い方向に導く。だから2人がいると良い方向、これ2つの道ですね、分かれ道とかいうカードなんですけど、2人が一緒だと良い方向に導いてくれるという風なカードになります。そして月と連携してるんですよね。月とすぐ近くにあるので、あの完璧な成功を意味し、最強 のカードとなります。で、2人の未来、こっちの太陽と月が隣接してるのは、あの2人の未来なんですね。あの過去じゃなくて未来、右が未来で左が過去なんで、あのすごくね2人にとって最強の、まあ、カードですね。完璧な成功とかで、ちょっとね、彼女 の太陽の周りには、使命とか宿命とかね、あの終結みたいなカードとかで、あとこの上には蛇とか、あのこれは嫉妬深い女の人とか、こう粘着質みたいな、そういう人物、ネガティブな方に持っていこうとしている人物がいるんですけど、太陽と月があのその2人とかそういう
悪いエネルギー、負のエネルギーを、跳ねのける未来ね、跳ねのけるという風なカードになります。で、この彼の未来には、情報な、なんかの届けとか頼りとか、まあね、ね、そういう風な頼り、そしてこの本は秘密っていう風な感じなので、幸せなこの才能豊か、その幸運とかの、情報はまだ秘密にしていて、それは宿命、まあ、教会の結の十字架とも言えるですけど、まあ今はそれは秘密にしていかなければいけないよっていうところがあると思います。で、恋愛のハートですね、ハートがこの辺になるので、彼の中にのプロテージの中にはハート、恋愛は入っているっていう感じですね。で、すごくこう今彼女との関係性が、まあ、本当に親愛になる関係性、信頼のおける関係性と癒される関係性ということで、すごくラッキーな、癒される、で最強に幸せな、環境だっていう風なカードですね。そういう風なのが出ています。うん、まあ結婚を意味するカード、弓や指輪とか、あのこういうのは区役所とか、そういうふうな届け出を出すような場所と結婚指輪が出てるので、結婚届とかをもしかしたら、保守しているっていうふうなこともあるのかな、この辺の流れからして、ある過去にそういうお約束をしたこともあるのかなっていうところを感じます。でも今ね、すごくね、経済運についてですね、すごくね、持っているっていうところがあります、彼自身がね。で、まあ、カード、左のカードですね、キーのカードと、右の上の、この、家のカードがありまして、まあ、これは癒しの空間とかだから、その、まあ、結婚とか住まいとか新居とか、そういうふうなものもあるだろうし、それがまあ、開くっていうことで、まあ、将来的にはそういうふうなことも今視野に入れている。まあ、それ結婚するかどうかはわかんないけども、そういうものも視野に入れているのではないかなっていうところがあります。で、彼女の前、過去に、キツネとかネズミとか、キツネはなんかこう、ちょろまかすとか、騙すとか、そそのかすとか、あまりネガティブなカードなんですよね。うん。で、なんかこう騙したりとかで、なんか策略の嘘をつ、詐欺師とかね、なんかそういう彼女をそう言いくるめようとするような人とか、あとまたこのネズミもネガティブなカードで。すごく持ってっちゃうとか、例えば恋愛に関しても仕事に関しても持ってっちゃうとか、なんかこう奪い取ろうとか、なんか過去に2人の関係を策略しようとした人がいるから、なんかその匂わせをしちゃうのかもしれないなと思うんですよね。そう、コミュニティとかね、これはほら、その SNS とかもあるんだけど、ね、これも情報でそういうので表してるのは、まあ跳ねのけようとしてるのかなっていうところもあるかもしれないね。でもね、すごい未来、2人の未来がすごいいいのね。まあここにね、十字架と蛇があるけれどもね、十字架と蛇があっても、いい方向に流れていくかなっていうところがあります。そして彼が彼女を今支配下に置いているっていうところで、この今後の運命は彼の、判断次第で変わってくるのかなと思います。もっとこのハートがこっちが入ってきたらいいんだけどね、こっちのねと思うけど、ちょっとハートが苦難を要しているところもあるのかなっていうところ
がありますよね。なんか、もう一回そのリセットしないと結婚とか難しいのかなっていうところですね。この流れ的に言うとね、まあ一回こう自分の中でリセットしないと運んでこの幸せ、結婚生活として恋愛生活として運んでいくのはちょっと厳しいのかなっていうところもあります。なんかお子さんがっていうところはね、お子さんここでしょ、ちょっと遠いんだよね。ペリカンとかね、お子さんとか、まあお子さん運んでくるっていうことでこれもあり得るんだけどね、まだそこまで近くないかなって思います。でもね、すごい二人の未来がね明るいので、いい方向に、お仕事とかもね、いい方向に、才能が、彼の才能が開花されますよっていう風なカードが出ています。まあ、付き合ってるか付き合ってないかわからないですよ。わからないけど、まあ、彼らの運命はいいなっていうのが出ています。うん。ね、まあ、応援していきたいなと。本当のファンだったらね、きっとね、好きな人がね、好きなアイドルとか、推しメンとか、推し、可能とかね、まあそういう風に思ってる人の幸せを祈るのがファンだと思うので、なんかねすごいいいカード出てます、この辺ねっていうところでね、応援していきたいと思います。初見の方チャンネル登録をお願いします。いつも見てくださる方いいねボタンをお願いします。ありがとうございました。こちらでは個人的なリクエストも伺っております。もしね何かありましたらチャンネル、ライブとかもやってますので、そちらでもお受けできるようになっていますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。